全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。この動画ではクロザピンの効果と副作用について話をしていきます。クロザピンは治療抵抗性統合失調症を改善する効果があります。用法は 12.5mg から飲み始めて徐々に量を増やしていき、3週間目に飲む量を1日 200mg にしていきます。その後は1日200から 400mg までの量を2回から3回に分けて服用します。飲む量を増やすときは1日 100mg までしか増やせません。また最低でも4日は空きましょう。薬の量は年齢や症状によって増減してきますので、医師に相談して決めてください。注意点としては服用中のアルコールは控えてください。クロザピンの主な副作用としては、手足の震え、だるさ、体のむくみ、腹痛、食欲不振、吐き気、便秘、発熱、息苦しさ、咳、喉の痛み、口内炎、頭痛、めまい、眠気、口の渇き、動悸、立ちくらみといった症状が現れることがあります。このような症状が出たら、すぐに医師に相談するようにしてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。